ワオ乱しやがってみたいな顔してたの。え？あいつ。兄ちゃん。なんだっけ？兄者だっけ？兄者。撮り始めたら止まっちゃった。撮影スポットって思ったの？写真撮んのって止まってくれたの？疲れちゃった？気合い入れたんか。上り坂だから頑張れ頑張れ。ニシャ暑いね。ちょっとね、お水飲むスポットとかあんのかな。後で綺麗、右も綺麗。ラーメン、don't eat, no。 She's so hungry.
すごいね。No, don't eat. No?全然覚えてない。ジュラシックパークだいぶ前だもんね。それが確か30年前だわ。ジュラシックパークのロケ地。あそこにちっちゃくゴリラいるけど。あれはね、俺じゃない。ここ綺麗そう。おお。Don't eat。Go up, up.めっちゃ降ってきた。すごいすごい雨。最後の最後でよかった。でもちょっとカメラやばそうか。止めよう。ごめんね。楽しかったね。ありがとね。もう終わっちゃった。おおお、ノー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 。どうしたどうした。どうした。仲悪い。めっちゃ熱取れちゃってんじゃん。どうしたのどうしたどうした。ペイペイペイ。No, no, no. No, no, no. Oh. Beep, beep, beep. Reverse, reverse. ありがとうね。Bye. Good. Bye. 腰がね。Thank you.これ見たいね。このマイク&ディーブニールミーティングデイツってやつ。あーね。あ、ザックが、ザックじゃん。本当だ。ザックのやつなんだ。見よう、これ。おしゅー、シャキー。おー、シーガイス。すごい。これ5000?
え、あんなとこで撮ったっけ、プロのカメラマンと。開けてるとこで撮ってなかった。確かにそう。何のための写真？昔こういうの買ってあげた。すごい量、大量じゃん。そう。うん。ポメスのポインチャーもあるよね、多分。エルメスポ。あ、こんないろいろあるんだ。うん。オムレツ美味しそう。ね、オムレツって一番美味しそうじゃない？なんかそう。アメリカって。食べたいが。今じゃないですか。今じゃないか。じゃないじゃん。よし、行こう。混むかな、そこ。初めて。あ、え。Hello. Hello. How many? Two. Your name? 人気だね。ね。びっくりした。影の先をゲットしました。目の前、展開で。ここベンチがあって、そこにもトイレとかあるかな。めっちゃいい。ちょっとお昼寝したかっただけなので、ここで。今日タオルとか持ってくればよかったね。うん、あ、いいんじゃない？今からピルボックスに向かいます。前回、ほんと時間ない中行って、往復1時間半ぐらいかかるのを45分で帰ってきました。頂上まで行けなかったのね。そう、ギリギリね。すごいスピードで行ったんだね。いや、超大変だった。そんな崖を。前回はもう崖やばすぎて写真1枚も撮れなくて、言葉でしか詰めるになくて、歯がゆい思いがした。こんな大変なとこなんだよっていうのを言ったんだけど、伝わんなくて、今回は動画に収めたい。一回も携帯出さなかったので、ね、まあ、なんか景色綺麗だけ撮って満足しておいて、しかも登り始めて10分ぐらいで、あれ携帯がないとか言って携帯落としてた。そう、俺だけ撮りに戻る。勇者、猿みたいな登りよりそれ褒めてる。すっごいスピード悩まだよね。あれだよ、人立ってるじゃん。立ってる、あれです。こう目指してくれたあのハイキングの入り口に行けます。ここからね、ちょっと難しいんだよね、あの分かれ道。はいはいはい。確かにこのピルボックスはダイヤモンドヘッドのトレッキングみたいにお金を取られるわけでもなく、また整備されてるわけでもないので、勝手に登ってくださいみたいな感じなんでね。だから入り口が分かりづらいです。看板もあんまないし。ここが入り口です。やばさが伝わる。これね、やばい。こうだと思うじゃん。こうなの。こうなの。もう重力やばい。
気をつけてね。確かに最初が一番やばいよね。滑る滑る。いや。後ろにファイト一発のすごい人。すごいね。よし行こう。あやばい、激山道。同じ場所を歩くといいかもっていうことに前回気づいて。すごいこの交互な感じがいいよね。こっちじゃない、違う、こっちか。あ、意味わからん。日差しが強いな。前のこれぐらい時間で飲んでかった。そうだっけ、一番暑い時間だね。一番やべえとこじゃん。はい、確かにここ登ります。やばい、手振ってくれた。いける？わかんない。この後は大丈夫だった気がする。そう？前回断念したところに来ました。おお、涼しい。早くおいで。向こうのビーチも見えるようになって。怖い。景色を、ね、見るためにってます、ね、さらにあそこの上行くとさらにもっと見えるっていうね、すごい場所ではある。なんか全然余裕よ。本当か。やっぱ水の問題。それはある。
か。登るか。から登ります。ここは中から確か始まったはず。なかったな。足かけて。ジャンプ。さっき登って。ラスボスいるかもしれないよ。待って、でもまだちょっとあるよ。そうね。でもさっきの子たちもう行ってるね。距離感的にはそんな長くないかも。しかもめちゃくちゃマッチョなかった。めちゃマッチョな、ね、マッチョの犬、ね、あ、でもすごい、あそこ一本道決めてる。本当だ。これ前回も行けたんじゃないの。でもね、あの一滴も水がないっていうのが本当に絶望的で、今私水ないって言われた方がいるかも。ここで、うん、マジか。水って大事。特に大事な人だね。私もいっぱい貯めることができる。茨の道。本当だ。茨の岸で見た。茂み。スプラッシュマウンテンね。めっちゃ綺麗。こっちも見えるんだ。すごい。これはすごい。これ綺麗やん。降りるだけ。多分帰りの方がやばいとこあるかな。朝だ。また来ました。結構食べちゃう。日本みたい、こういうの。何が安いんですか？どれぐらい安い？かわいい、かわいい。ドンペンちゃんだっけ、この子。名前あるの？ドンペンちゃんだと思う。新鮮だね。安いらしいよ、やっぱ普通で買う。安い安い。安い？うん、バランスがあるからね、買いやすいから。ああ、なるほどね。これ買った方が安かった。土産なんかありそうなものは大体ここでいいね。これ買うっしょみたいな、スーパーに売ってるものは大体ここにありそう。そうね。パパフェとか売ってるよ。え、本当だ。偽物も売ってやがる。ドンキオリジナルは偽物もめっちゃ売ってるね。え、待って、プラモデルとか売ってるわ。すごい。普通にそのパニーズのもの欲しいでもいいね。ねえ、ガンダム人気なの、もしかして。すっごい売ってるんだけど、なんでこんな売ってんの。エヴァしかも。いや、ガンダムか。見て、この駄菓子のやつ売ってる。本当だ。英語だよ、しかも。
と出かけがひとまりました。めちゃんこいい匂いします。中身は見れてません。アヒステーキはミディアムレアなので、おすすめを聞いたらふりかけアヒって言われて、うん、めっちゃ美味しそう。